よろぶん、こんにちは、うちのきみみだ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、きみんです。本日は毎日メイクを撮っていきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということで撮っていきたいと思います。もう本当ありがたいことに、インスタグラム の、 ストーリーとか DM とかでいろいろ企画案を本当いただいていて、でその中にメイク動画っていうのがあったので、メイク動画を今回は撮っていきたいと思います。はい、テーマとして毎日メイク2020with マスクみたいな感じでいこうかなと思います。なのであんまり負担かけたくないなと思うので、はい、最低限のことしかしないような感じにはなります。はい、で今が顔を洗い終わった状態で、まずスキンケアをしていき、スキンケアをしていきたいと思います。でスキンケアはですね、化粧水と乳液つけていくんですけど、ここでまず2つポイントがあります。1つ目がまず顔を洗ったりお風呂上がった後すぐにスキンケアを始めるということを意識しています。5分以内というのを心がけているんですけど、もうそんな待ってらんねえってことで、もう本当に顔を洗ってもう本当秒で取り掛かってます。で2つ目が個人的なまた自己流なんですけど、顔を洗った後に拭かずにもスキンケアします。なのでファーストタッチがコットンに染みた化粧水みたいな感じのノリでやってます。はい、もうこんな喋ってるうちも早くやりたいと思うんですけど、はい、やっていきます。で使っている化粧水がこちらです。はい、エジュドアースさんのワンダーポアシリーズの化粧水でございます。こちら 500ml 入ってます。結構入ってる、本当に。でこれをですね、こちらのコットンに染み込ませてから使っていきます。はい、これのいいところが、なんか普通のやつってこう開けてペペペってしなるじゃないですか。これすごいのが、こう開けるじゃないですか。でこんな感じになってるんですよ。だからこれ上からポンポンポンってすれば、こう上がってきて染み込む。もうこれがマジ便利だと思ってこれ使ってます。はい、で自分は顔の面積が大きいので4プッシュぐらいします。1,2,3,4。はい、でこれを乗っけるときに、なんかペッペッとかじゃなくて、なんかポン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 みたいな、なんかポンポンも鳴ってるんかなぐらいの勢いの、マジ微振動ぐらいで自分は乗っけてます。こんな感じです。あ、鏡がちょっと下にあるので、下見たりとかしたら申し訳ないです。ほんとすいません。鏡はダイソーです。これダイソーのめっちゃ大きいので、なんか顔全体が見渡せるじゃんってことでダイソー使ってます。もうお腹鳴った、めっちゃはずい。ただでも化粧水とか乳液は多分日頃使ってらっしゃるやつがいいと思います。なんかこのエチュードハウスさんのやつを、自分は普通に全然もないで使えるんですけど、一回お友達に貸した時かなに、なんか強かったのか分かんないんですけど、ちょっとやっぱ合わなかったりしたりするので、やっぱりそこはもう自分の使っていただきたいなと思います。多分もうお前に言われる筋はねえと思って多分使ってはいると思うんですけど、申し訳ないです。もうほんとポンポコポンみたいな感じ、もうほんとポン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 も聞こえないぐらいの勢いでマジでやってます。はい、2つ前の動画かな、ストレイキッズさん の、 ジャパンファーストシングルのトップのミュージックビデオを見た時の動画があったんですよ。見てない方見てください。ありがとうございます。それがすごい反響があって、ほんとありがたかったですね。マジでほんとに久々なんかわーと思いました。びっくりした。ありがとうございます。コメント欄が英語とスペイン語で埋まって、もうコメント返してるんですよ。コメント返してるんですけど、翻訳機使わないといけなくて、なんかまず何語か分かんないんですよ。英語だったら分かるじゃないですか。なんかほんとスペイン語とか分かんなかった。本当に翻訳機使ってからやってます。はい、こんな感じで、あ、いい感じ。やっぱりスキンケアするときも、やっぱメイクするときも、はい、なんかもうやっぱ自分に語りかけるのめっちゃ大切にします。今日も可愛いとか、しっかり染み込め染み込めみたいな感じで、すごい暗示をかけてます自分に。はい、いい感じです。 OK です。化粧水は以上です。次、乳液を塗ります。乳液はこちらです。エチュードハウスワンダーポアシリーズのクリア乳液でございます。こんな感じです。こちら 150ml 入ってます。こちらはですね、2から3プッシュぐらいしてます。1,2と、だからもうその日の、あ、今日なんか乾燥してんなと思ったら3プッシュするし、あ、今日大丈夫そうと思ったら2プッシュぐらいしてます。とりあえず2プッシュだけ出してます。でこれを鼻と頬と、頬のちょっと下と、あともう一個まぶたに乗っけてます。でから伸ばしていってます。で伸ばす時に個人的にはこの肌の体温があったかいので、これでこう浸透しろ浸透しろみたいな感じでやってます。ちょっとなんだろう、なんかベタってこう広げるよりかは、こうなんかなんかこうなんだろう、なんて言うんだろう、なんか体温で浸透させてベタってはしないです。なんかこうこれもなんか微振動ぐらいの距離やってます。でこの時も浸透しろ浸透しろってきちんとこう訴えかけてやっております。
で、まぶたのところとかが乾燥、あの皮膚が薄いので乾燥しやすいなって思うんですよ、自分が。だからちょっとここのまぶたとかも結構ポイントをに塗ってます。ちょっと今日乾燥気味かも。ちょっと足します。え、てか朝の準備時間ってどれくらいですか？どれくらいなんですか？自分はなんかマジやばいのが、自分出勤するときとかは起きるの絶対2時間前、2時間前に起きて準備します。言うてそんなかかんなくないと思うよ。それだなと思うんですよね。で、この時にちょっと鼻高くなれ鼻高くなれっつって、あのちょっとこう鼻はちょっと上目にやってます。はい、いい感じです。終わりました。次ですね、もうスキンケアは以上です。なんか前は美容液を塗ってたんですよ、この次に。だ、美容液が結構突っ張っちゃったんですよ、自分は。だからちょっと美容液はちょっとって感じにしてて、もう次メイクに入っていきたいと思います。で、メイクで塗るのはこちらです。じゃん、無印良品さんの UV ベースコントロールカラーのパープルでございます。ピンとこれ合わせ、合わせるやん、こんなの分からん。じゃあこれ種類5つあるんですよ、カラーが。ブルーとピンクとイエローとパールとパープルのうちのパープルを使います。で、これ化粧下地なんですよ、色がついてる化粧下地で。でも SPF50+PA++++ ついてるんで、まあ日焼け止め効果もあるかなと思って使ってます。これお友達に教えてもらいました。これめっちゃ安いの、確か950円ぐらいしかしなくて、いいじゃんと思って使ってます。で、なんでパープル選んだって話なんですけど、パープルが肌の黄色みとかを抑えつつ、でも血色感残るんですよ。でも血色感残るって言ったらピンクも一緒だと思うんですけど、パープルのいいところが健康的な透明感のある肌に仕上げてくれるというところに惹かれてパープルにしました。で、これ塗っていくんですけど、これ最初のちょっと振った方がいいみたいです。振ります、振りました。これめっちゃ水っぽいんですよね。とりあえずなんかちょっと出します。これマジ加減だなって思いますね。なんかこれも同じように鼻と頬と頬の下と顎と塗っていきます。で、まぶたにもちょんって抜けとくかな、これは。で、これ伸ばしていきます。なんか前はスポンジ使ってやってたんですよ。でもなんかもうさっきの乳液とかで結構肌がしっとりしてるから、あ、これ手でいけるんじゃと思って、最近は手でやってます。いいのか悪いのか正直わかりません。で、またこれも塗るときもね、暗示かけてるんですよ、今日はもう可愛いっつって。なんか大丈夫かと思うんですけど、大丈夫やろか、ほんと。やっぱここはやっぱり均一にしないといけないなっていうことをやっぱ意識しますね。で、今日の髪型がここおでこ出してるので、おでこのところまでしっかり乗っけないといけないなって思います。なんか出てきた、どういうこと。あ、てかこの洋服可愛くないですか、可愛くないですか、ステッチ柄めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、ほんと。これはビゴーさんです。ビゴーさんでこれいくらだったっけ、忘れた。これ去年のやつなんですよね。でも可愛いと思って着てます。え、ブラウンとか着てるの可愛くないって思って、すいません、もしかしたらあれ変わったかもしれない、位置が今ボンって蹴っちゃったんですよ、ごめんなさい本当に。まあ、はい、こんな感じで塗りました。うん、今はあの口のところにも塗ってしまったので、ほんと生きてんのか死んでんのか分かんないような多分顔色なんですけど、生きてます、大丈夫です。でですね、もう顔はなんとこれで終わりなんです。もう必要最低限しか塗らない、本当に。だって日焼け止めの効果もあって、色がついてる下地でちゃんと透明感とかも出してくれてるのでいいかなと思います。でもやっぱりファンデとかコンシーラーとかするよりかやっぱカバー力はないんですけど、でもやっぱ肌感は大事にしたいって今回思ってるので、ちょっとこうあるのかなっていうのは多分あると思うんですけど、まあそんくらいないのかなって思います、今回は。イエイって感じです。ほい、はい、じゃあ塗り終わったんですけど、一回手がちょっと今下地だらけなので一回ちょっと拭き取ります。もう拭き取るときにマジでおすすめなの、ウェットティッシュ。もうウェットティッシュをマジで日頃から乱用してて、本気で。マジ、あの一回コロナの影響でなくなったじゃないですか、ウェットティッシュとかマスクとか。あの時マジもう毎日ウェットティッシュ使ってるからまーってなっちゃって、よかった戻ってきてありがとうございます。ウェットティッシュはこれ使ってます、このダイソーさんのこれ。これパッケージピンクとこの水色があって交互に買ってます、どういうことって感じです。はい、はい、で次にですね、先ほどの今紹介したこのウェットティッシュでちょっとこうはみ出た部分をちょっと拭き取ります。もうこれも本当やっていいことか悪いのか分かんないんですけど、やります。 OK。 でもう一箇所拭き取るところがあって、これもやっていいのか分かんない、正直。もう自己流。なんか 目元はなんかこう
涙袋を描いたりとかシャドウ入れたりとかしないんです今回は。でもちょっとだけ抵抗したくて、この目全体にさっき下地塗ったんで涙袋になる部分だけちょっとこれで拭き取ります。マジ大丈夫かと思う。でも今まで一回もなんか変えたりとかしたことはないので多分大丈夫かなって思います。でもこのウェットティッシュも除菌とかは書いてないから多分大丈夫かなって思います。はい、こんな感じでこれでちょっと涙袋のところが分かるかなって思うので多分大丈夫でしょう。はい、次にやるのがビューラーでまつげ上げたいと思います。はい、でこれマジ上げすぎない方がいいと思う本気で。個人的に意識してるのは正面向いた時にまつげの先がこの目のこのラインからちょっとでもこうビャって見えたらもうちょっとやりすぎかなと思うんですよ。まつげがこう上がってるじゃないですか。で目のここからちょっとこうやって見えたらあんまりだと思うんです。だから上げてもこんな感じぐらいこうバッて目のこうビャッてなったら多分あんまりだと思うんです。だから上げるときにこうヒュッてなるぐらいだったらいいかなって思います。ビューラーはどこのか分かりません。この時も暗示いい感じに上がれいい感じに上がれって毎日ね唱えながらやっておけば多分上がるんですよ。こんな、はい、上げました。あんま分からない、あんまり分からないと思います。上げました、 OK です。はい、じゃあ次にマスカラ塗っていきます。マスカラがこちらです。エチュードハウスさんのラッシュバムカールフィックスマスカラブラウンでございます。これですね結構バッてボリュームあるんですよ。なのでメンズの方はこれ一回ティッシュオフした方がいいかなと思います。ティッシュオフ？ティッシュで押さえた方がいいなと思います。だから自分はティッシュで一回転ぐらいはこう包みながらこう回してます。こんくらい押さえていいと思います。結構ねほんとこれボリュームになるんですよ。でこれをもう一回二回ぐらいあって二回ぐらいしか通しません。これ一回二回ちょっと上がりすぎたと思ったら固まる前にちょっと指で押さえちゃえば修正が効く。うん、オッケー、いい感じです。ねまた前髪大丈夫マジで。まあいいや、はい、こんな感じです。 で最後はティント塗って終わりたいと思います。口だけですね。あとなんか今下地がここについてるのでこの上からじゃなくて一回ちょっとまたさっきのウェットティッシュでヒュッと拭きます。はい、拭き取りました。うん、いい感じです。でこれにティントを塗っていきたいと思います。はい、じゃあ使うティントはこちらです。じゃん、エチュードハウスさんのウォータージェルティントの RD301 番です。もうこれめっちゃ使うの本気で、マジでこれ使えて、でこっちは新しいパッケージなんですよ。で前のパッケージがこんな感じでちょっとくぼみがある感じのやつがあって、こんな感じこれ2つあって、こっちが新しい、こっち前の方あります。はい、これ塗っていきます。でこれすごいの、まずね香りがめっちゃ甘いの。そしてちょっとこうつくじゃないですか。で下にあのベロにくっついた時にうえとか思わなくて、これ甘いの、マジでビビる本当に。はい、そんな感じです。多分これなんかウォータージェルティントって言ってるぐらいだから水っぽいんですよ。だからメンズの子でも使いやすいと思います。でファンデとかしっかりこうした時にはこう何回か塗るんですけど、もうほんとナチュラルな時は一塗りちょいぐらい、もう一塗りちょいぐらいでいけます。塗ります。マスクしてる時に塗らなくてよくねと思うんですけど、なんかもしもご飯食べる時とかふとマスクを下げないといけない状態の時に、いやあいつ口色なくねみたいな、唇の色なくねとか思われたら嫌なんで塗ります。一回ちょいぐらい下だけ塗ります。で伸ばせば大丈夫。韓国っぽくあの下だけちょっと濃くて上薄いみたいなやつがいすぎて可愛いんじゃないかなって思います。可愛い、やらかした、もう最悪。なんかこれの後終わりなんですよ。だから髪の毛したくてアイロンしないといけないのに、アイロンの充電入れるの、アイロン入れるの忘れても最悪。アイロン温まるまで待ちます。もう最悪の間、そうで顔はこれで終わりなんですよ。でこれで下ろして、あと髪の毛すれば終わりです。多分すっごい簡単でできるので多分いいなって思います。てかそう、なんかいつもだったら後ろにアルバムとか置いてるところで撮るじゃないですか。なんで今日こっちで撮ってるんって話なんですけど、こっちとか若干漏れる気がするんですよ多分気のせい。はい、アイロン通していきます。嬉しい、マジで今日いい感じに可愛くできたはず。嬉しい、タピオカ飲みたい。こんな感じでやっていきます。ちょっとおでこ広すぎかも、ちょっと内側にしたいなって思います。うん、いい感じでしょう。ちょっとここ大きすぎかもしれないけど、多分歩いてれば自然と寄ってくるので多分大丈夫です。はい、ということで完成しました。毎日メイク2020 with マスク、ここにマスクつければもう勝ち。本当にもう必要最低限のものしか塗らなくて、もう
極力肌に負担をかけないっていうことをスタンステーマにしてやりました。なんか少しでもあここいいなとか思っていただければ、あここ真似してみたいなとか思っていただければ幸いでございます。今回も動画見てくださりありがとうございます。この動画使って朝の準備しようって思った方、エチュードハウスが気になった方、無印良品も気になった方、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。インスタグラムのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。キミでした。